東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、信藤まどかです。空気が乾燥しているこの時期は火災が起こりやすく、東広島市消防局では火の取り扱いに注意を呼びかけていますよ。そこで今回のテーマはこちらです。年末年始は特に火災に気をつけましょう。スタジオには東広島市消防局予防課の橋本さんにお越しいただきました。橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。空気が乾燥していますけれども、この時期火事はどれくらい起こっているんでしょうか。はい、2022年1月から10月の速報値ですが、約110件の火災が起こっております。で、おおよそですね、1月から3月に集中して火災が発生しております。1月から3月、やっぱり空気乾燥していると火事が起こりやすいんですね。はい、いつもですが、新年早々火事っていうのは嫌ですから、気をつけたいですね。はい、火災から命を守る方法は身近なところからあります。ところで信藤さん、大掃除はされていますか？できるだけしようと思っていますよ。はい、特にですね、換気扇やコンロ周りの油汚れはしっかり落とすようにしてください。換気扇に油がついていますと、そこにホコリがつきやすくなりまして、調理中の火が着火し火災が起こる原因となっております。そうなんですね。あとですね、コンセント周りをしっかり掃除するようにしてください。コンセントにですね、刺したままになりますとホコリがたまりやすく、そこから出火することをトラッキングと言います。じゃあ家の中の全部のコンセントをしっかりチェックしておきますね。お願いいたします。橋本さん、他にはですね、火事を起こさないために私たちはどんなことに気をつけておけばいいですか？はい、こちらを見てください。はい、火災から命を守るための4つの習慣、こちらを守っていただければと思います。1、寝た箱は絶対にしない。2つ目がストーブの周りに燃えるものを置かない。3つ目がコンロを使うときに火のそばを離れない。4つ目がコンセントのホコリを取り除き、使わないときにはプラグを抜くことです。ちょっとぐらい大丈夫かなと思ってしまいそうですが、ちょっと気持ち改めて習慣にしておかないといけませんね。そうですね。もう一つお願いがあります。はい、住宅用火災警報器を設置してください。はい、私前からつけていますよ。ありがとうございます。設置からですね、10年経ちますと電池の寿命や電子部品のですね、劣化によって火災を感知しなくなることがあります。ぜひ交換するようにしてください。交換時期を迎えている方も多いでしょうから、これもチェックですね。はい、交換する際にはですね、こういった連動型といいまして、一つの感知器が鳴るとですね、はい、もう一つが連動するものがありますので、こちらをご覧ください。テスト中です。正常で1台です。このようにですね、別の場所の感知器が受信しても他の部屋のやつが鳴るようなものもありますので、ご検討ください。じゃあ1階と2階につけている方っていうのも、この連動型にしておくと、より早く火事に気づくことができるからいいですね。はい、そうですね。はい、私は住宅用火災警報器、寝る部屋とそれから台所につけているんですが、他にもここにつけると効果的ですよっていう場所はありますか？はい、建物火災で亡くなった方の約半数が就寝中で、基本は寝室ですが、台所や仏間など火を頻繁に使う場所につけると効果的です。過去にですね、警報器が鳴って素早く避難ができた事例もあります。仏間はろうそくやお線香で火をつけますものね。では橋本さん、今予防課に勤務されていますが、これまでお仕事の中で消火活動にも当たってこられたと思います。目の前で火災を目にして、どんな思いを抱かれましたか？はい、私は26年間現場活動をしてきました。その中でですね、建物火災で家を失った方や思い出をなくした方などたくさん見ております。火災警報器をつけていただきまして、少しでも早く火災に気づき逃げていただく、また消火をしていただくことが、こういった方々をですね、一人でもなくすことだと考えております。灰になっちゃうと本当に全て大事なものを失ってしまいますものね。本当に気をつけていきたいですね。それではここでまどかの一言。大掃除頑張りますよ。油汚れやホコリは取る、そして住宅用火災警報器、万が一に備えてつける、大事ですね。はい、橋本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回もご覧ください。